はい、どうも夜です。ようやく手に入れました。これなんだか知ってますか？ツイッターなどでも話題になっていたので知ってる人も多いかな。これはドラゴンクエストの壺の形をした貯金箱です。以前紹介したハンディファンと同じでゲームセンター限定の景品です。いやー、 UFO キャッチャー得意じゃないんで手に入れるのにとてもお金がかかりました。貯金箱手に入れたのに貯金するお金なくなったわ。はい、じゃあ箱を見てみましょう。ここにはドラゴンクエスト AM グッズシリーズ割れちゃう貯金箱壺と書いてあります。全1種類と書いてありますね。いつか割れちゃう貯金箱樽もリリースしてほしいな。そしてここに小さなメダル1枚付きと書かれています。やった、メダル王のところに行かなくちゃ。壺の大きさは全長約15センチと書いてあります。壺の上にスライムが乗っていてとても可愛いです。箱の横を見てみましょう。こちら側にはなんと小さなメダルを見つけたと書いてあります。いいなぁ、1枚だけじゃなくてもっとたくさん集めて奇跡の剣とか欲しいなぁ。はい、そしてこちら側には割れちゃう貯金箱、いっぱい溜まったら壺を割って取り出そうと書いてあります。何度でも元に戻せると書いてあるので安心して壺を割ることができますね。多分ドラゴンクエストシリーズに登場する壺は全部この壺だから、勇者が壺を壊しても怒られないんだと思います。箱の下の方でスライムがいっぱい溜めるぞと言っています。かわいい。箱の裏側にはぶつけたり投げるなど乱暴な取り扱いをしないでくださいと書いてあります。ん？壺を割るときは丁寧に割らないといけないみたいですね。丁寧に割るって何？どうやらこんな感じで壺が割れるようですね。あー、早く割りたい。はい、それでは早速箱を開けてみましょう。おー、すごい、めちゃめちゃ可愛い。こんな感じでしっかり梱包されてますね。これは取扱説明書かな。ちょっと読んでみましょうか。貯金箱の開け方、絨毯やカーペットなどの柔らかい床面にイラストの向きで静かに落としてください。破損する恐れがありますので20センチ以上の高さからは落とさないでください。はいはい。壺が割り切れない場合は何回か壺を落としてください。このイラストのようにして壺を割ればいいわけですね。わかりました。投げて割ったり指で押して割っちゃダメなようですね。そして壺の組み立て方も書いてあります。壺を組み立てるときに順番があるようです。1番と2番を先に組み立てて、そして3番と4番を組み立てて、最後にその2つの塊を組み合わせるといいみたいですね。わかりました。よし、じゃあ肝心な壺を見てみよう。とりあえず壺を出してみます。あ、メダルが落ちちゃいそう。オッケーオッケー。危ね。大丈夫？まだ割れてない？大丈夫だね。はい、壺の貯金箱はこんな感じです。かわいい。え、このグッズ超いい。横から見ても上から見てもどこから見てもかわいいグッズだな。そしてこれが小さなメダルです。小さなメダルも入ってるの嬉しい。ここが効果を入れる穴ですね。とりあえず小さなメダルを入れてみましょう。勇者様、ここに隠しておきますよ。じゃあ小さなメダルを入れたし、早速壺を割ってみましょうか。はい、じゃあ壺が壊れないように布を敷きました。いや、壺を壊すんだけどね。何言ってんのかよくわかんなくなってきた。とにかく布を敷きました。ここに落としたらちゃんと割れるかな。壺を割ったり樽を壊したりってドラゴンクエストファンの一つの夢だよね。僕だけかな。さあ、じゃあ割ってみましょう。えい！ダメだな。もう一回。あ！ヒビが入った。次で割れるはず。あ！小さなメダルが。はい、こんな感じで割れました。小さなメダルも無事にありました。こんな感じになってるんだ。じゃあさっき壺の組み立て方を読んだので直してみます。あれ？でも説明書に書いてあったような割れ方じゃないんだけど、どうしたらいいんだろう。とりあえずこれを組み立てて、うん、OK。
で、これを組み合わせたら治るかな。あ、治った治った。小さなメダルが飛んでっちゃったから、ちょっともう一回割ってみようかな。えい。もう一回。出てこい、小さなメダル。はい、というわけで今回はドラゴンクエストの壺の貯金箱を紹介しました。さっき壺を割って改めて感じましたが、壺ゲットしてよかった。いやー、やっぱり壺を割るのはドラゴンクエストファンの僕にとっては夢だったので、壺を割れてすごい感動しました。このような面白いグッズを開発してくれてありがとうございます。ゲームセンター限定のグッズには素敵なものがたくさんありますね。またゲームセンターで面白いグッズを手に入れた時は紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。コメントもくれたら嬉しいです。